リンゴ娘の産地直送西部屋最高。西部屋に来たらここブナコ工場に来ました。来ましたよ。そうです、ここはあの時通り前に来たことあるんだけど、はい、2人は、ね、来たことないということなので、はい、初めてあの案内したいと思います。おお願いします。早速行きましょう。ついていきますよ。すごい、型が変わっていて、ブナの木をこう薄くシート状にしたものを細いテープ状にカットして、それを巻いて巻き板っていうものを作ります。はい、ここはその巻きの工程です。あ、見ててください。この釘と底板の間にテープを入れて巻きます。あ、巻いてる巻いてる、すごい。でもね、あの簡単にやってそうなんですけど、ブナコの工程の中では一番難しい。へえ、土台となる。そうそうか。あ、そうやってるんだ。すごい。基本では何も糊付けしないで、間に挟んだまま押さえながら巻いてます。へえ、すごい力入れそうですね。うちにシートもくらい作るんですか。あ、その時 の、 その作るものにもよりますか。まあ、一般的なこれならそれだったら150万円はまず50のボールです。こんな感じで巻きます。触ってみれば見れば。すごい、板のように巻くっていうのがすごい頑丈だよね。しっかりしてる。これ手で巻いたんですよね。手で巻いた。すごいガッチガチ。なんかもうここで一つみたいな感覚。ここね、全部一体化。ブナコの社名の由来もこの作業から来ていて、ブナをコイル状に巻くっていう。なのでブナコの子は仕様なんですよ。コイルの仕様。毛じゃないんだ。そうそう、になってます。なるほど。めちゃくちゃ綺麗。市販のお茶碗が一番、この角度とか長さとかのが一番いい市販の茶碗になってます。めちゃくちゃ綺麗。すごい。触ってもらいます。ちょっと先よりは柔らかさがあると思います。本当だ、あの木、より木を感じる作品になった。おー、すごい。うわ、均等に伸ばすのも大変そう。めちゃくちゃ綺麗。ちゃんとできてる。ちゃんとできてる。いやいやいや、
ですからね。ありがとうございます。これも同じ材料から作ったんですけど形違うの。すごー。このピッチを均等にするのと幅の狭いのから広くするで形を変えることができます。なるほど。え、すごい。ほんとだ。わっ、ピッチみたいなんできてる。すごい。わあ、なんかおしゃれな形になった。すごい。これってあのブナコの巻いてる製法なのでできる形。この足の部分四角いものから削るとなかなかこういう曲線って出せないんです。確かに。でも巻いてるからこういうのができます。へえ。逆に戻すこともできます。え？戻ってる。平らになってる。すごいすごいすごい。なんか折りたたみのお皿と。え？うん。ブナコスピーカーです。あ、これから流れてるんですか？巻いてるので階段状の段差があるんですね。なので音出した時にそこに乱反射して雑音を取り除いて外に音が出るのでクリアな音がするっては言われてます。すごい。うなこすごい。優秀すぎない？男性に人気ですね、スピーカーは。へー。オレンジ色に光ってる部分って特に色は塗ってないんですよ。へー。光を通すとこういうふうにオレンジ色になるっていうのがブナの特徴です。へえ。焚き火とか夕日と同じなので、いや、癒し効果のある色でも言われてます。癒される。主にはあの商業施設とかホテルとかそういうところに多く卸ろしてます。確かに。たまに見るよね。うん。わっ、すごい。めちゃでかい。すごい。ちょっとこう持ち上げて。え、これですか？うん、あ、軽っ。え？え？そう、乾燥してるし、中空洞なので。あ、空洞か、そっか。すごい。そう思ったよりは。あ、軽っ。やってみ。お、これ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 。ねえ、このお尻の大きさにめっちゃ合う。これ、え、これもブラコですか？それもブラコ。新しいっていうか今のスプーンです。すごい。あ、めっちゃいいじゃん。あ、木なのになんか痛くならない。あ、フィットフィット感がすごいわ。すごい。これよく見るもん、ね、このケース。これはもう売り上げナンバーワンです。あ、やっぱそうなんだ。お祝いとか新築祝いとかでもいい見かけるこのケース。遭遇率が一番高い。うん。この弘前から始まって、ま、青森県で作り出した技術なんですけど、ま、ブナを青森県でブナがすごい蓄積量日本一なのに捨ててる部分がすごい多くって、あまりにももったいないってことで、大体60年ぐらい前かな、県の方でいろいろ研究してシートにして乾燥させるとうまくこう水分を抜くことができて、そうするといろいろ形を変えることができるっていうのが分かって、その中でこう巻いて板のようにしたものをずらすと立体的な器ができるっていうところから始まったんですよ。全然あの知られてなかったんですけど、海外の人がすごいエコに敏感なんですよ、日本人よりも。確かに。そうで、ブナコの製法を聞いてすごいエコだってことで興味を持ってくれて、それで少しずつこう海外に、まだ本当に少しずつなんですけど知られて、そこから日本の方で少しずつ知られるようになってきたっていう。あのブナコってその曲線を出せるのが魅力っていうかっていう話もさっきあったし、やっぱりこう丸い目を帯びてる形が温かみも出て素敵だなって思ったので、なるべく綺麗な丸に近づけれるように頑張りたいと思います。私は深さが欲しいな。
いっぱい食べ物入れるようなんかサラダボールみたいななんかすごい、そう、あの私はこう丸じゃない方、お三角的な、そう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 、できるの、そっちを作りたいな、思うがままにやってみるじゃあお願いします、お願いします、まず茶碗の持ち方ですけれども、はい、4本の指を中に入れてください、はい、でそのまま親指を支えるような形で掴んでもらって、はい、これが持ち方になりますので、はい、で動かし方ですけども、まずは水平に置いていただいて、右利きの人は右から左に転がすようなイメージで転がしてください。右から左、はい、左利きは左から右に転がすような形でお願いします。左から 右に、はい、なるほど、それが茶碗の動かし方になります。はい、じゃあそれでは肩上げの方やっていきます。はい、まず外から内にかけて茶碗を転がすんですけども、はい、この時左手は添えるような形で添える、はい、でそれで体重をかけて動かしてください。うわー怖い。そうするとこっちに体重をかけるんですか。そうです、茶碗に体重をかけてください。茶碗に体重で右から左。そうです、そうです。ええ、ちょっと待って、全然来ないよえ、思いっきり体重をかけてください。うわ、茶碗割っちゃいそう。茶碗は割れないのでそう完全に割れないですよね、はい、これ聞いてこう向きがね、あ、順番立ち位置変わってこれ、うん、私最近やめい最初は板を柔らかくすると思いながら、ただ上げていってもらって、柔らかくなれ地味なれ地味、何この上がり具合、柔らかくなれ、これマスクしててよかった、めちゃくちゃ開きますよかった、え、十僕の職人の気持ちになれば、え、最後やばくない待って、全然剃ってくれないんだけど、最後にやばいじゃん、それビクともしてないんだけど、あれでもそういう時はですね、やばい、当てて、うん、つかんだかも、当てて内側にひねってあげてください。あ、当てた、やばい、来た、すごい、結構剃ってる、うわーすごい力がいる仕事だね、大変だこれ、これ一日中やるんでしょ、ね、うん、え、最後まで生きてきてるよ、調子が、何出てきた、あ、めっちゃずらしたあ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、これは、いや大丈夫ではないですやばい、え、外れそうじゃないですか、外れそうですね、これは、うん、やっぱり時の力では無理だったんだよ、なんでまだこれ真ん中上がってないですか、上がってないですねですよ、少し緩くしますね、うわ、いた、ちょっとずれちゃったあれ先生のと比べてみたらどんだけ高さが高くなる先生みたいになったよでもさ、なんかさ、まっすぐ、あ、やばい、一個しめっちゃ上がってない、うん、これはやばい。時の部屋へようこそここまで動画を見てくれてありがとうございます。この動画をここまで見たっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひ遊びに来てね